こちらのね、通りはね、まあ、桜並木になってるのかな。桜木通り。まあ、この葉っぱは桜の葉ですよね。まあ、狩沢新橋。まあ、ああいったね、段差があるとね、まあ、水鳥の子供なんかがですね、まあ、もう登れなくなっちゃうんですね。なかなか大変ですけどね。ああ、いった。井の川です。東部小学校です。ああ、元気に走ってるね。こちらはね、まあ、東部小学校の、まあ、向かいっていうかな、南側の、まあ、集合住宅です。まあ、共同住宅ね。まあ、左側はね、まあ、一番長屋ですね。そして、こちらの右側がね、まあ、二番長屋です。そしてね、各住戸番号がね、まあ一般的には数字だとかアルファベットとか、まあそういった感じになると思うんですけど、これ実感が使われてますね。面白いですね。まあ左の方からね、まあ木の絵、まあ木のと、まあ日の絵、日のと、そして、まあ土の絵、土のと、ああ、面白いね。あともう4つあればね。まあ、かのえかのと、まあ、水のえ水のと。まあ、そう続くんですけどね。こちらのね、一番長屋のホームにもね、まあ、そうなってましたよ。ありそうでないっていうか、まあ、もしかしたらあるのかもしれないけど。実感の使われている重工番号、面白いね。こちら方向からやってきました、まあ、高崎駒形線ですね、まあ、そっちへ来てね、まあ、前橋駒形の方、ここにはね激安60円、これはすごいね。まあもちろんね、まあ高いものもあるんですけど、このバヤリースオレンジ、三ツ矢サイダー、ハレーサイダー、あ、ここから多いお茶で、ここまでですね、パワーボーイ。このパワーボーイってすごい、まあ元気な少年になれそうですよね。炭酸飲料。こういった自販機もあるんだね。すごっ。